22日、コパ MX 決勝のモンテレー VS パチューカが行われ、1マイナス0でモンテレーが勝利。2度目の優勝を飾った日本代表 MF ホンダ佑は先発フル出場を果たしている。準決勝でクラブ、アメリカを PK 戦の末に下したモンテレーと、アトランテオ2マイナス0で下したパチューカの1戦。パチューカはクラブ、ワールドカップで3位になっていた。 試合は8分にモンテレーが決定球期玉のパスに反応したウルタードがシュート。しかし、これはパチューカ GK ブランコがセーブする。互いに攻め込む展開となるも、決定力を閣僚チームはゴールを脱えない。前半終了間際には、相手のミスパスに反応したホンダがルーズボールを披露も、バサンタが深いタックル。これにはイエローカードが提示され、パチューカが FK を獲得。 やや離れた位置からの FK だったが、ホンダが直接狙うも、シュートは GK にキャッチされる。ゴールレスで迎えた後半、モンテレーが先にスコアを動かす。57分、ボックス手前からのスルーパスに抜け出したウルタードが GK との1対1を冷静に沈め、モンテレーが先制する。先制を許したパチューカは67分、ボックス手前で FK を獲得。 これを再びホンダが直接狙うも、壁に当ててしまう。86分には右サイドでパスを受けたホンダがゴール前にクロス。これを味方がスルーすると、ボールは枠に向かって飛ぶも、わずかに左に外れる。攻め込むパチューカは、後半アディショナルタイムに猛攻を仕掛けスイを獲得。左スイケをホンダが蹴るも、味方には合わずそのまま試合は終了し、 1マイナスレでモンテレーが勝利した。モンテレー1マイナスレパチューカ開きカッコモンテレー閉じカッコオルタード、52。